ああ、やっと学校着いた。よし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 。遅れるとこだったね。お前なんかずっと準備してたからな。ね、まあまあ、そう怒んないで。間に合ったからいいじゃん。まあまあ、ギリギリ遅刻しなかったからいいけどさ。あ、バイトもおはよう。おー、スイちゃんおはよう。おはー。二人が来る前に連絡があったんだけどね。今日、先生1時間目来れないらしいから、自分たちで勉強しててだって。おー、そうなんだ。自習か。あ、じゃあ俺、ご飯食べよう。で、ご飯？え、朝から？俺めっちゃ作って持ってきたからさ、食べる前に食べちゃおうかなと思って。しかも作りたて。待って、もしかしてお前これ準備してて遅れそうになったから。おい、ふざけんなよ。学校にご飯持ってきてるしこいつ。いや、ちょっと、ま、家庭的なやつがモテるんだよ最近は。そうなの？てっきり教科書の準備とかだと思ったのに。え、こんなに用意してんの？こんなん学校に持ってきて。え、ハンバーガー、え、トイレットペーパー。いや、トイレットペーパー食べれないぞ。おい、ポイズン。いや、毒やんそれ。ただの毒じゃん。エアコンプレッサー。ね、な、なにこれ、なにこれ、なに、溶岩入りバケツ。え、ちょ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 、ふざけんな、ふざけんな。あと家にあった香水、これも食べれるかな。食べれないだろ、お前どんだけ持ってきたんだよ。あ、大丈夫大丈夫、俺、お腹鋼鉄だからさ。お腹鋼鉄？少々変なもんでも食べれるんだよ。いやいや、さすがに、やばいだろ。あ、ロベさんうまー、ロベさんうま。ちょ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 、何食べてん、何食べてるん。わー、めっちゃピリピリする。うまー、この毒。このエアコンもうまい、香水も、うわ、香水もうまい。マグマも？おー、あー、なんかすごいね。わっ最後にいいの残ってたんだっけ。ご飯、いいじゃんいいじゃん、もうお腹いっぱいでしょ。あー、でもお腹いっぱい、食べ過ぎちゃった。え、ハンバーガーもいいの。いただきまーす。キャンスユーチャンネル。あ、授業終わりだ。早かったね、ご飯食べてたら終わったよ。よし、着替え行こうぜ。ほーい、次はなんだ。はい、行くか。大丈夫か、ケンタロウ食いすぎてるけど。大丈夫だよ、もう早く動きたくて仕方ない。ちょ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 、爆速、爆速ダッシュ。ちょちょ、爆速ダッシュ。足速いな、ケンタロウ。嘘だろ、足速。イエーイ、俺の勝ち。そう、負けた。なんであんな食べてるやつに負けないといけないんだよ。お前大丈夫なの、お腹。だから言ってるじゃん、大丈夫だって。すごいな、こいつ。俺お腹毎日トレーニングしてるから。お腹トレーニング、どこも痛くない。あれ、どうしたっけ、なったろ。お腹痛くなってきた。いや、めっちゃトイレ行きたい。めっちゃトイレ行きたい。それ、あんだけ食べたらトイレ行きたくなるよな。いや、やばい、ちょっと漏れる、漏れる。え、ちょちょちょ、でも待って、授業もうちょいあるから。いや、耐えて耐えて耐えて。マジでやばい。え、マジでやばい。え、マジでやばい。なになになに。ちょっと顔出してる。ちょっと顔出してて。ちょっと、何が、どっちが顔出してる。お尻から。お尻の方か。お尻の何かわからないけど、何かが顔出してる。おい、ちょ、耐えて。嘘でしょ。ほんと、あとちょっと、あとちょっと、5分ぐらいで終わるから授業。ああ、え、やばいやばいやばい。大丈夫だかい。まだ大丈夫、まだ大丈夫。よし、これで今日の授業は終わりだな。あ、ケアドル終わりだって。あ、よかった、ギリギリ間に合いそうだ。でも5分前か、ちょっと早いな。どうしようか。どうしようか。あれ、ちょっと嫌な予感がしてきた。よし、じゃあお前たち全員ついてこい。あっちにあるアスレチック、これをクリアしたやつから昼休みにしていいぞ。ミスだろ。やばいな、これクリアしたら昼休みだって。ケナ太郎、それまで休めないよ。早く終わらせないと。もう限界なのに。ケナ太郎が漏らしちゃう。走るのも無理。え、走るのも無理。ちょ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 、早く動けないよ。俺ちょっと昼休み行きたいから、もうすぐクリアするよこれ。よいしょ、ほいほい、ほい、どこのせいかな。あれ、こっちじゃなかった。どっち、こっち、そっち、そっち、そこじゃないみたいだよ。こっちだよ。いやー、こっちこっち、ほい、引っかかった。ほいほい、で、ここか。で、こう来て、こう来て、ほいほい、ほいと、はい、どんどん行くよ。あー、よいしょ、あれ、ケナ太郎いる ?5 分でできる内容じゃない、こんなの。ちゃんとついてきてる。ほい、ちょっと待って、やばい、俺もう動けないか。ほい、え、大丈夫か、大丈夫。ほい、ほい、なんか今、一瞬汚い音聞こえたけど、大丈夫。ちょっと待って、大丈夫、大丈夫。なんか今、やばい音聞こえたけどな。ほいと、はい、クリア。ケナ太郎、頑張れ。ここまでクリア来たら、もうトイレはもう、目の前だよ。よいしょ。なんか、飛ぶ瞬間、なんか、音鳴って、ちょ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 、飛ぶ瞬間音鳴ってない。おいおいおい、ちょちょ、おお、来るな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 。
いやいやいや、大丈夫、間に合ってるそれ。まだ本当にギリギリ。じゃじゃじゃ、とりあえず早くトイレ行こう。早く待って、やばい、これ1ミリでも刺激を与えたらもう無理だから、ゆっくりゆっくり、ま、間に合うかな、それで。おーし、見えてきた見えてきた見えてきた、男子トイレ男子トイレ、オーラケアドル早く。おちょちょちょ、遅早く、もうここだってここだって、なんで、やばい、嘘でしょ、あとほんのちょっとだって、早く。いや、んごめん、もうこれは間に合わない。んちょちょ、いや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 、本当にダメだって。そんなこと言ってももう諦めるしかないよ。いやだ、最悪だよ。ちょ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 、えあ、守れ守れ、あー、ちょ、どこ入って、キャンキャンキャン、おい、ちょ、待て待て待て、俺たちの教室に入ってったぞ、あいつ。廊下にしたら見られちゃうかもでしょ。ちょっと、教室誰もいないから絶対覗かないでよね。え、ちょっと、え、神様なんか神に、ちょ、ケンヤト大丈夫か、本当に。お、あ、いた。やあ、お兄さん、ただいま。おいおいおい、お兄さん、ちょ、待って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 、よいしょ、でちょっと、おーい、痛い、くさ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 、どうなってんだよこれ。近づいたらめっちゃダメージ食らったんだけど、お前のうちどうなってんだよ。やっぱ朝変なもの食べたからかな。絶対激臭放ってる。ちょ、掃除道具取ってきてって。あー、掃除道具ちょっと取ってくるかな、うん、お兄ちゃん、パス、ん、うおー、おい、うんこ、うんこ手で掴むな、お前。ちょっと取ってくるね。はーい。お、来た。お兄ちゃん持ってきたよ。おー、お帰りお帰り。何持ってきたの？はい、化学防護服。化学防護服？え？理科の先生のところ勝手に入ったらこれあって、説明に深海2万メートルでも火山の中でも毒ガスの中でも生きていけるって書いてあったから、これなら大丈夫なはず。マジか、これならまあ確かに、ケナ太郎、おー、すっご、確かにこれならケナ太郎のうんこでも大丈夫かな。オッケー、じゃあ行ってみる。そうだね、これでこちらケナ太郎、毒ガスの中に侵入した。どう、大丈夫？うわ、ちょ、急に回収してくれ。めっちゃうちあるじゃん。お前これ他の人にバレたらどうすんだよ。バレないように今回収するんだろう。お、いいよいいよいいよ。お兄ちゃん、頼むあっち側。なんで俺も、嫌だな、弟のうんち。ほら、よし、取ったぞ。え、なんか、え、うんち喋っ、うんちが喋ったぞ。うんちが喋ったの？お前だろ、絶対喋ったの。ちょっと待って。うち、俺喋ってないよ。行くよ。ちょ、ちょ、お前だろ。絶対お前だろ、喋ってんの。待って、これ、見て。ほら、ほら。サッカーしようぜ。俺のうんちがサッカーしようぜ。おー、やめろって。あー、回収。あー、回収しろ。ほら、ほら、ほら。よし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 。いやー、大変だったよ。やっと終わったよ。なんとか間に合ったかな。誰も来てないよね。チック大変だった。やっと終わったよ。おー、スイちゃんおかえり。危なかったね、ケア太郎。あと20秒遅かったら終わってた。サッカーしなくてびっくり。うんちでサッカーしてるの見られてたよ。ん？ケナスー君とケナ太郎君、なんでそんな服着てんの？あー、いやいやいや、なんでもなんでもなんでもない。いやいや、なんもしてないよね。ははははは。まあいいや、トイレ行ってくるね。おー、行ってらっしゃい。よいしょ。あー、もう疲れた。手伝ってくれてありがとう、お兄ちゃん。いや、本当だよ、感謝しろよ。なんで弟のうんこ片付けなきゃいけないんだよ、俺が。え、また出そうなの？待って、やばい、またお腹痛くなってきた。嘘でしょ。いやいやいや、なんでだよ、なんでだよ、ついさっきしたばっかだろ。てか、トイレあるし。これもう、薬とか飲まないと俺ダメかも。薬なんてないけどな、そんな。やばい、出てる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 、漏れるじゃなくて、もう出てる。大丈夫、防護服着てるから。全部回収すればいいけどさ。やばいって、やばいやばいやばいって。スイちゃん今トイレ行ってるけど、帰ってきたらバレちゃうよ。くそー、耐えるしかないか。そうだね、ちょっと頑張って耐えて、それか防護服の中でして。でもちょっとずっと耐えるのは無理だからさ。うん、俺がちょっと今のうちに保健室に薬もらいに行こう。そうするか、ちょっと保健室行ってみるか。うん、行く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 。はい、ちょっと待って、お腹痛いから。ちょっと保健室まで運んで。お願い。分かったよ。はい、行くよ。保健室まで行くぞ。やばい、出そう。やばい、出る。ちょちょちょ、出すなよ。ここで出すなよ。俺に当たるから。おーい、回収しないとあれ。あ、そうだそうだ。やばいやばい、廊下にうんこが。ケラクイチャンネル。あー、ついたついたついた。大丈夫か、ケア太郎。よいしょ。ギリギリ耐えれてる。よし、すいません。はい、どうしたんだい？いや、先生、大変です。ちょっとケア太郎、それもう脱いでいいよ。いや、ちょっと俺の弟がお腹壊しちゃったみたいで、うちが止まらないみたい。
お腹治す薬ください。おやおや、それは大変だね。あーだめ、これ飲まれちゃうかも。またちょ、そうだな、少しお腹の様子見せてくれ。そこに座りなさい。見せてくれだって。早く早く、はい、どうですか。これはまずいな。お腹の中で毒物が発生している。一体何を食べたらこんなことになるんだ。いろいろ食べました。もうまあ何でもいいんだが、この腹痛を止めるのはだいぶ大変だな。だいぶ大変。じゃあ一体どうすれば。治すためにはな、この薬を飲まなければならない。おお、薬。え、それ飲んだら治るんだ。やった、早くください。守れそうなんで早く。いやいや、ええ、ちょ、なんて言いました先生。なんでだよ。保健室で漏らしてもいいのか。俺がちょ、お願いします。もううんこ漏らしてる弟見たくないんですよ。でも絶対嫌じゃ。この薬1錠で100万円するんじゃ。100万円。あー、お兄ちゃんが払うって約束するんでお願いします。おい、ちょふざけんなって。100万円もないよ。ねえ、お願い、もう漏らすよ。いいの。いや、100万円はやばいって。ちょっと先生、どうにかしてさ、この薬手に入れたりできないんですか。何でもします。もうどんなことでもしますから、お願い。しょうがない、ついてきたまえ。ついてきたまえ。どういうこと、どういうこと。あ、運んであげるよ。よいしょ。ありがとう。振動でね、振動で。キャンセルチャンネル。よし、着いたぞ。何ですかここ。100万する薬をただではやれないからな。学校のことを手伝ってもらおうか。学校の手伝いですか。うむ、100万円分働いてもらうぞ。ちょっと、もう漏れそうなの。今から仕事とか無理だよ。おい、この学校って変な人しかいないのかよ。実はな、この森、わしが新しい薬の材料となるキノコとかの採取をしている森なんだが、ほうほう、最近怪しいモンスターが何匹か住み着いておってな、そいつらを倒してくれたらこの100万円する薬をやろう。倒せばいいのね。それができなければこの薬はあげない。しょうがないな、やるしかないよ。ケンアタロウ、このほうきで殴ればいいから。このほうきでね。よし、じゃあさっさと討伐しよう。ケンアタロウ、結構進んできたけどいなくないか、モンスター。でも俺、殴られたら衝撃でうんち出ちゃうよ。ちょまだ漏らすの。え、だってしょうがないじゃん、あの先生が薬くれなかったんだもん。まあそりゃそうか。お姉ちゃん、上、どう、なんかいる、あれ、うわ、降りてきた。ちょやばい、こいつだよ。ケアだろ、戦わないと。お姉ちゃん倒して、やばい、疲れた。やばい、来てる。痛い。え、ちょ、どうした、ケアタロウ。え、どうした。あ、恐怖で。まあいいや、ここは外だからもう放置しとこう。ちょ、雲どっか行っちゃったよ。あ、いたやばい、ケルナ、戦わないと。よし、いいぞ、ケルナモンスター。ちょ、ケアタロウも戦えって。うんちガード、俺今うんちガードしてる。うんちガードじゃねえよ、戦えよ。ちょっとは大丈夫。俺の予想だとこのうんこがクソすぎて逃げていく気がする、あいつら。え、ほんとだ、なんか近寄ってこないね。うんちガード、うんちキックしよう。うんちキック。あ、でも近寄ってこないぞ。おらー。おー、すごい、退治してる。よし、ケンタロウ、ちょっとそれで任せたぞ。俺後ろから行こう。これやばい、お腹痛い。よし、もう一発、うんちショットー。パーちょっと、うんち出した。2つ目。ナイス。逃げてった。うわー。え、消えた。俺のうんちがくそすぎて逃げてったぞじゃなくて。え、これオッケーなの。これ退治できたのかな。退治成功だよ。退治成功なの。じゃあちょっとこいつ先生に言いに行く。あ、いたよ、先生いた。先生、終わりました。やっと二人とも無事に終わったかい。はい、なんとかいろいろありましたけど。もうマジでやばいから早く。もちろん分かっておる。どこに置いたかな。ん、先生、え、まさかなくしたとかないですよね先生。やばい、早く。どこだ。あ、早く。ん、終わった。え、あれ、ケノセイ君にケナ太郎君、さっきまで教室にいたのに森で何してんの。あ、スイちゃんだ、やばい。え、ケナ太郎、あ、ふうじゃなくて、おうじゃなくて、スイちゃん。あー、ちょ、やばい。いやー、スイちゃん、今日はいい天気だね。いい天気だねじゃなくて。最悪。
おお、ジョースイちゃん待って、大丈夫なのケアタロウ、そんなこと言って。お兄ちゃん、これからは弟のイソタロウとして仲良くしてくれよな。ちょ俺はもういいさ。もう噂広まるよ学校で。ああいいよ、俺から出てきたもの俺が愛さなくて、誰がこいつを愛すって言うんだ。誰に格好ついてんだよ、ふざけんな。おお、あったぞ。ん、ほれ、いるか。あ、あったって。やれや、俺が撃てるのか。ほら、ほら。もう遅いな。うざすぎる。みんな、あとお母さんに作ってもらった弁当だけ食べるんだよ。溶岩食べないようにね。誰も食べないだろ。それじゃ、バイバイ。みんな、チャンネル登録してね。目標60万人です。お願いします。コメントもしてね。じゃあね、うんこ太郎、バイバイ。じゃあな、うんそゆ。うんそゆじゃね、ふざけ、お前ふざけんだよ、おい。うんそゆ、うんそゆ。